どうも、ジェイデンラジオのジェイデンです。昨日に引き続き、カメラ関連、ガジェット関連のお話していきたいと思います。皆様ね、僕のチャンネルで先日あげた浅草の Vlog、僕の友達たちと、遊びに行った時の、Vlog なんですけど、浅草に行った動画見ていただけましたでしょうか。見てないって方はぜひね、僕のチャンネルの方に行っていただいて見てみてください。で、そちらの動画なんですけど、タイトルにも入れました。そちらの動画はルミックスの G99 というカメラを使って撮影しました。実は僕最近購入したわけではなくて、カメラ好きのね友達が、GH5 とか持ってるし、ソニーのいいカメラも持ってるから全然使ってないけど、買って持ってるっていうことを聞いて、で僕 G99 めっちゃ気になってたんです。それで、こちらのカメラですね、はい、ルミックス G99、 しかもお決まりのピークデザインのこれもついてて、でこのマイクは僕のです。これは DJI のフレキシブルマイクですね。こちらのマイクを使ってこの状態、こちらについてるのはキットレンズ、元から箱に、レンズセットっていうのを買うとついてくるキットレンズで、性能が 14mm140mm だから 35mm 版換算すると 24mm280mm かな。で、F 値が 3.5 から5.6 ですね。こちらの方のカメラを使わせていただきました。こういうね、大きい感じのカメラを使うの初めてで、でマイクロフォーサーズのレンズですね。以前 α6400 を使ってた時は APS-C サイズで、最近よくね、話題に上がってるソニーの α1 とか、あと、なんだ、ルミックスで言うと SH1 とかだっけが、フルサイズっていうね、めちゃくちゃセンサーサイズの大きいカメラで、そっちもすごい魅力的なんだけど、マイクロフォーサーズのレンズを使ったカメラっていうの僕持ってなくて、これを借りました。借りましたというか、もうほぼ借りパクしようかなと思ってるぐらい、めちゃくちゃ良かった。もちろん GH5、これの上位機ね、GH5 とかの方が全然いいんですけど、手ブレ補正が超優秀、手ブレロックっていうのがついてて、でしかもこのレンズにも、パワー OIS っていうのがね、機能がついてて、レンズにも手ブレ補正ついてて、本体にも手ブレ補正ついてて、適当にこうやって持って僕ずっと歩いてたんです。なんか三脚とかも持たず、ジンバルとかも一切使わず、手持ちで歩いてたんだけど、いや、すごい綺麗に撮れたなと思ってます。もちろんね、多少こう、ガクンガクンガクンっていうブレは入ってしまうけど、それも気にならないぐらい、綺麗に撮れたし、で夜の撮影ね、暗所での撮影も結構綺麗に撮ってくれました。それがちょっと感動しましたね。でさらに、いいのが写真がすごい綺麗に撮れる。で前も話しましたけど iPhone12 Pro、 こちらね去年購入して iPhone12 Pro でもいい写真すごい撮れるようになりました。いい写真撮れるようになったけど、さすがにこういう、ミラーレス一眼にはかなわないぐらい、ボケ見も綺麗だし、なんか最近撮った写真載せとこうかな。レッドブルとかビールをね、この前買って家でここを背景にして撮ったんだけど、それとかはじゃあ載せときます。こんな感じ。はい、もう一枚。はい、こんな感じです。ボケ見も本当に綺麗でね、で 3.5 から 5.6 だっけの F 値ってそんなにこう明るくないレンズなんですよね。だから夜暗所でも綺麗に撮りきれるかなっていう不安はあったんですが、これにレンズね、またレンズとかも貸してくれないかな。F 値、2.8 とかが結構メジャーで出てて、これ望遠レンズなんだけど、単焦点レンズって言って、もうF 値が透視でこう望遠こうやってねジャギーンってこれ伸びるんだけど、こういうのもできない、もう焦点距離が1種類しかついてないカメラだと、もっとボケ見が綺麗になったりとか、もうマイクロフォーサーズのレンズってすっごい多様性が、ありまして、めちゃくちゃいいんですよね。種類がいっぱいあるから、その人それぞれの用途に合ったのがちゃんと売ってるんです。ただレンズはやっぱりね、カメラ本体より高いのがいっぱいあるんで、僕自身が買うってことは多分ないと思うんですけど、いや、なんか綺麗なカメラを綺麗に撮れるカメラを持ってやっぱ撮影に出かけると、テンション上がりますし、なんかやっぱそれが Vlog を
撮っていきたい僕としては、旅行先とかで Vlog を撮っていきたい僕としては本当に、必要なカメラだと思いました。でこのカメラで撮影、ね、4K もできるし 1080p も撮れるし、一応前回は 1080p で撮ったんですよ。でフル HD で撮った動画なんで、この前もお話したビデオリープっていうアプリで十分編集が可能でした。まあ、一応 4K での撮影もしたいと思うんですけど、 4K で撮影しちゃうとすっごいあの画面がクロップされるんです。こうなんかね狭くなっちゃうんですよ。これがまあルミックスの特徴、昔ルミックスの G9 っていうね、すごいコンデジみたいな一眼レフなのかな、ミラーレス一眼を使ってて写真撮るように使ってたんですけど、そちらの方で実感してて、 4K を撮るとめちゃくちゃクロップされてドアップになっちゃうんで、ちょっと使いづらいなということで 1080p で撮りました。ただ他撮り、自分自撮りじゃなくて他の風景とか撮る分には 4K で撮影して、自撮りするとき、フル HD で撮って動画を編集するっていう工夫とかを入れるともっと良かったかなってちょっとまあ思いましたね。 4K の方がやっぱり解像度が綺麗だなっていうのが正直なところだったんで、はい、まあそんな感じで最近こちらの G99 を使って撮影してきたよって、浅草撮影してきたよっていうお話だったんですけど、これからもねこちらのカメラせっかく貸してもらってるんで、どんどんこうこれを持って外に出かけて、まあ、なるべくこう人が集まらないようなところで自然なところとか、まあ、都会遠目からこうアップにして撮ったりとかね、これズームしてもすげえ綺麗だから、これのこのカメラ手ぶれしない、ズームもバッチリできるレンズで、ミラーレス一眼、これねしかもねそんな高くなかった気がするんだよね。10万くらいで買えるのかな、ボディ本体は。でキットレンズ込みで14万くらいだった気がします。確かね Amazon で見た時そんな感じだったんで、まあ、せっかくこう手に入れたっていうとおこがましいけど借りることができたんで、こちらの方を使って今後ガンガン動画撮っていきたいと思います。ただ外を持ってくんだったら、ZV-1 でいいじゃんと思うんだけど、 ZV-1 の手ブレ補正よりやっぱり優秀な、すごい手ブレロックっていうルミックスの独自の手ブレ補正機構がついてるから、こっちの方がなんかねいいなって思っちゃうんですよね。はい、ということで、今日の動画 G99 を、お借りできましたので、こちらの方でこれからガンガン撮影していきますよという動画でございました。この動画いいと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではバイバイ。